日本映画スプラッシュからおじいちゃん死んじゃったっての皆さんお越しいただきました。隣は森垣幸宏監督です。よろしくお願いいたします。映画拝見してこのテーマっていうのは家族とですね、本当に若者そして違う世代の交流というかいろいろと考えさせられたんですが、どういうところを一番ご覧にいただきたいですか、皆さんには。やっぱりその家族の今の現代の家族の在り方っていうのと、その本当に生きることと死ぬことっていうことを2つの大きなテーマを、生と死と家族っていうのをテーマにしてますので、そこを割と皆さんに見ていただければなと思ってます。そして名バイプレイヤーたち、名優たち、女優たち集めて、そして若い世代を集めました。これどういうふうなキャスト選びをされたんでしょうか。いや、もう脚本読んでた時にそのイメージとして本当に皆さん のイメージが湧き上がってきたので、皆さんにもう僕から猛烈なアプローチをかけて本当に実現できたということがすごく良かったなと思ってます。そして岸由紀乃さんなんですが、体当たりの演技、そして心の細やかなところも印象的でしたが、演じる部分でどこが大変で楽しかったですか。そうです、大変だったっていうことはあんまりなくて、役者さんと雑談している中で役を作っていった感じで、すごく自然に入り込めたなっていうのはありますね。三石健さんに厳しい言葉を投げかけるシーンもあったかと思うんですが、そのあたり緊張しましたか。台本読んでる時点では少し緊張してたんですけど、お会いしてすごく優しくて、もうこの方なら全部受け止めてくれると思って、何も考えず父と子の空気を楽しんでやりました。きっと若い世代の方がお父さんとかに向かって、ね、思う気持ちを見事に三石さん結構嫌なパパでしたね。ダメなお父さんでした、はい、演じる上では楽しかったですか、どうでしたか。いや、もうとにかく僕だけじゃなくて岸さんと、もうとにかくみんなで、家族みんなでスタッフも交えて、もうとっても楽しい現場でした、楽しみました。若い、ね、俳優さん女優さんたちもたくさん参加されてましたが、もし何かメッセージをかけるとしたら。そのまますくすくと頑張ってください今そういった先輩のお声がありましたが、いかがですか。もうこのまますくすく健やかに育っていきたいなと思ってます先輩としてはいかがでしょうか。もう皆さん素敵で、もう雪乃ちゃんもちろん皆さん素敵で、本当それで映画がおかしくって切なくって、どう何とも言いようがないんです。どうぞ見てください。はい、おかしくて切ない部分もありましたし、思春期の心もね描いてましたが、いかがでしたか。そうですね、僕は撮影した時は18だったんで、もう本当にこの家族で素敵な映画で、もう最高です。もう幅広い世代の皆さんにご覧いただきたいと思います。お父さんたちはもしかしたらドキッとするかもしれません。ぜひご覧ください。日本映画スプラッシュからおじいちゃん死んじゃったっての皆さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。